わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学薬学部薬学科の薬物動態学研究室を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学薬学部薬学科の山崎健司教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私は、血液の中に、タンパク質が存在するんですけれども、その中でもアルブミンと呼ばれるタンパク質について、研究を展開しています。特にこのアルブミンが血液の中なんですが、薬物であるとか体の中の物質、これを運搬している、そういった役割を果たしているんですけれども、この運搬機能っていうのがいろんな病気なんかでどう変化するかというような研究を行ったり、このアルブミンが薬物を結合して体の中をぐるぐる回るんですけれども、この機能を利用して薬物を病気の部分に運んだりですね、あるいは体の中の動きを変えてみたりというような、薬の動きをですね思うままにできないかというような研究を展開しています。何やら難しそうじゃが、具体的にはどういう研究なのかの。2つあって、1つはアルブミンへの薬物の結合っていうものが一体どういうふうに起こってるんだろうかと。普通の健常の状態でも体の中で薬物はアルブミンに結合していますので、この状態っていうのが病気になって変わってしまえば、そうすると薬の動きが変わって、例えば腎臓病になった時には、尿毒素と言われる物質が増えていくわけなんですけれども、その尿毒素っていうのが、例えばその薬物がアルブミンに結合しているその部位に同じところに結合するっていうようなことが起きたりします。そうすると尿毒素が薬物を追い出すこと、追い出し現象っていうのが起こるんですね。追い出し現象が起こると、追い出された薬物っていうのは今までの体の中での動きとは変わってしまうと。そうすると薬の効果が変わったり、あるいは副作用が出てしまったりということが起こるので、これが病気になってどう変わるのかということを研究するのが一つ目の研究ということになります。もう一つは、このアルブミンと呼ばれるものが薬物を結合しますので、その結合するっていう特性を利用して体の中の動きをコントロールするという、この2つの研究が私の研究テーマということになります。将来的にはこの研究がどのように生かされていくのかの。病気になった時に、どのように薬の動きが変わっていくのかということを予測する。で、それに応じて薬の投与方法であるとか、そういうものを どう変えていったらいいかというような、治療戦略、これを最適化することができるというふうに思っています。アルブミンというのが、体の中に長く滞留するというものになっています。そうすると、このアルブミンに薬物を強く結合させてあげれば、体の中をずっと回っていく、すなわち、1日1回注射しなければならないというような薬を1ヶ月に1回注射すればいいというような薬の開発につながっていくということで、このアルブミンの長い滞留性というのを利用した薬のデリバリーというんですかね、についても研究をしています。そして、この薬のデリバリーという観点でいうと、がんに集積するというような特徴を持っていますので、抗がん薬をこのアルブミンに結合させて、注射すると、正常な組織にはアルブミンが行かなくても、がんに特異的に運ばれていくというようなことが起こるので、がんを特異的に治療でき、そして副作用がない、こういった医薬品の開発にもこのアルブミンを用いた研究というのが展開していくというふうに考えています。崇城大学薬学部薬学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。